こんにちは、石飛でございます。今度2回目になりますけれども、1年ぶりですが、石飛人とその時代、楽しく語っていきますので、よろしくお願いいたします。まず最初、この1年間方向が大体決まりまして、こういうことを喋りたいな、みんなに伝えたいなということが決まってきました。で、1回目は小室直樹、それから私の一族樋口家のルーツについて、それを絡めて、スタートさせていただきます。短い時間ですので、全てを語ることはできませんけれども、まず小室のこと、ここの私の気持ちに引っかかっているものがありますので、そのことをちょっとお伝えして、小室直樹とピスケン、こういうタイトルで、語りたいと思います。これは村上さんがこんな分厚い本を2冊書いて、小室直樹の評伝をお書きになって、重版になったんですね。すごいですね。今出版不況でこんな本買う人なかなかいないんですけれども、いかに小室直樹の内容がある男であるかということが言えるかと思います。それで喜びで本を送ってくれまして、でなぜ彼が石飛さん石飛さんって言ってくれるかというと、ここの見開きに写真を提供してるんですが、この中に私が写ってて、小室と曽我部ですね、ダイヤモンド社の曽我部と、まあ簡単に、かいつまんで言うと、学者だったんですね。小室さんは非常に地味な学問の世界の人だった。それが週刊誌の記事に載る、それはありえないというような世界の人だったんですね。で、ところが曽我部と、私がもともとの知り合いでしたので、石飛さんこういう話どうって言ってくれて、僕が週刊誌女性自身の記者をしていましたので、そこのページでやれないかと考えてみました。大変人気のある番組、番組っていうかページでしてね、人間ドキュメンタリーをこう語る、そういう読み物としてのドキュメンタリーページがありまして、そこで、この小室直樹を取り上げることにしたんですね。しかしそうは言っても、本人が OK しなければ何もなりません。で、本人はもうノーベル賞を狙うぐらいな、その学問上の功績を挙げたいわけですから、女性週刊誌なんかに載るわけがないという、見向きもしない、学問の世界の人だったんですね。で、まあ初めは乗り気じゃなかったんだろうと思いますが、実は週刊誌女性自身の記者をしていましたけれども、私はもともとそのルポライターではありますけれども、非常に難しい、誰もやらなかった事件、花岡事件っていうのを私が取り掛かっていて、私の処女作になるんですが、中国人強制連行の記録というのを、1973年に上司してまして、一冊の本にしてましたが、それを彼は読んでくれたんですね。それで、お、なんだ、すごい取材力じゃないか。で、噂を、その、曽我部がいろいろ言うもんですから、なかなかですね、と小室さんは思ってくれたわけですね。それで、週刊誌に、のタイトルとして、載ることになりました。その女性誌の私の記事がですね、出るようになったもんですから、今度は公文社、同じ公文社ですけども、カッパブックスの方に彼は、ソビエトが崩壊していくっていう、その大ベストセラーをやるようになって、いわゆる一般の方たちがこの学問の世界を分かりやすく知るようになるんですね。それでたくさんの人がこのカッパブックスを読むようになり、そういうきっかけを作ったのが実は私目でもあったんですね。これは自慢になりますから、あまりその話はしませんけれども、
ここの中に、つまり村上さんが書いた本の中で、大変僕は協力をしまして、彼の人となりについてデータを使ってくれよって言ってあげて、それで、この写真も載っているわけなんですね。イストビどこにいるんだよっていう、いや実はメガネをかけて、これはサングラスではなくて度のついたサング、色眼鏡ですね、いわゆる僕はまともに世間をその普通に見ることができなかった時代っていうのがありまして、逮捕歴がありましたんで、名前もそこから変えたりしてですね、本名は樋口というんですけれども、石飛に変えたのはそのこともありまして、暴力行為処罰に関する法律で引っかかって、そういう過去があったもんですから、そのまともにこう明るい世界を見ていなかった時代がありました。それは大変意味のあることなんですが、それで、色のついたメガネ、度付きのメガネをかけていて、その頃は野坂三蔵さん、あ、じゃない、ごめんなさい、野坂昭之さんの間違いでした、がかけていたぐらいで、あまりその度付きのサングラスをかけてる人はいなかったと思います。でそれが女性陣の中にこう席を置いて仕事をしているような私のなんか、風体でした。そのままここに出ていいんで、僕は何年ぐらいまでスタイルで仕事をしていたんだろうかと思いますけれども、そんなこんながいろいろありまして、小室直樹さんがついに非常にベストセラー作家として世間に知られる学者になったんですね。で晩年のことを言いますと、その、亡くなり方がちょっと不自然なのと、よく知られないまま何日も仲間がというか、まあ、奥さんも含めて告知しなかったようなことがあってして、そのことと非常に関係がするんですけれども、小室さんは あるところまで行って、非常にその内容もですね、その展開の仕方もぐーっともう縮んでいくというか、そういうことがある。つまり論編学者としての小室直樹っていうのがストップしてしまう時期がありまして、僕は非常に残念に思っていますが、その原因も分かるようなつもりでおりますが、そのことはまたおいおい、何らかの必要があったらしゃべるとして、小室さんの素晴らしい、業績について私が感動したっていうことをまずお伝えしておきたいんですね。それ で今日はピス健と小室直樹がどうして結びつくかっていうことですが、私のお家のルーツ、高知、宇之助さんという方に拾われた、まあ、神戸の大豪族なんですけども、父が拾われて、そこで、養女として、いた 母と結婚して私が生まれるという関係なんですね。それこの高知宇之助さんっていうのは三池炭鉱の牢獄に入って、三池監獄ですね、入って大変なまあ殺人事件に関係したんじゃないかと思いますが、長い、投獄生活をして気持ちを改めて、ガラス工場の、まあ、重役になって、大変社会的な名声を得る大豪族になる方なんですが、大正時代の話です。でそこにで、養女になっていた母と書生で入ってきた父親が出会って、いる。でそこのところにピス健っていう人がいたんですね。ピス健っていうのはやっぱり強盗で、牢屋に入って出てきたところを更生をして、まあ生活をする仕事を与えて結婚してっていう社会復帰ですね、それをちゃんと世話をした人がこの高知さんって方なんですね。でその高知さんがのところにわらじを脱いで生活をして、平和な生活をしていたのに、世間で事件が起こると
お前がやったんじゃないかと、また警察が来て、で、身分が、前科があったことが、警察によって、その子供と、まあ、幸せな生活をしていた奥さんにばらしてしまうんですね。それで、その彼ら、再び警察に反感を持って、何この野郎っていうんで、復讐の大強盗になってしまうんですね、今度は。つまり、警察にいつも予告をしておいて、そのここに入るぞって言って、キリキリ舞いさせて入って強盗して、どんなもんだっていうことをやるような、まあ、怪盗になってしまうんですね。でついに女装をしている時に神戸の、まあ、宿で、逃げ回ってますからそこで踏み込まれて、逮捕されで裁判になって、死刑になります。それが大正15年ですか、12月に、死刑になってしまって、それを身元引き受け人がないもんですから高知さんとその秘書をやっていた父親が遺体を取りに行って年頃に、供養してあげるという話なんですね。そのことを父親はずっと水木宗之助というペンネームで小説風にして書いていたドキュメンタリーがあるんですね。それは私はまだ読んでないんですけども、それをその新聞の記事が、なんと数日前、まあ1週間ぐらい前なんですが、僕は YouTube で見て、そのくだりがあって、あれこれいけるって思ったんですね。それでそれを読みましたら、父から母から聞いていた話とぴったり合う話として、出てきたんですね。私のうち、私小さい、まあ、5歳か6歳頃からその写真を見てるんですが、ピスケンが逮捕されて、女装して捕まって、牢屋に行くところ、それから父親と高知さんが遺体を引き取って、埋葬する写真とか、一連のそういうドキュメントですね、実際の記録の写真がですね、写真帳にうちに残っていたんです、ずっと。で僕はまあ、時代が違うわけですけれども、子供の頃からその写真帳を見て育ったんですね。でそのこととその産経新聞のブログだと思いますが、その新聞記事が、こう大正時代の新聞記事が載ってるのと合わせて読みましたら、この間のことなんです。でそのことを思い出したら、あ、これは僕が女性自身の記者の時に遠藤さんが永山のりおの死刑になって亡くなった時に、引き受け手となって、臨泉寺、明方寺の臨泉寺でお葬式をする時に、私が写真がないからって言って永山の写真を手に入れてお葬式をした、遠藤さんと一緒にお葬式をした関係を思い出したんですね。こうなんていうか、なんかもう、現代の話とその大正時代の父母宇之助さんたちの、私の一家のルーツと、こうなんで私はそういう縁をですね、こうずっと辿ってきたんだろうか。で花岡事件というのをライフワークでやっていますが、それをずっと供養をしているんですが、なんかこういう犯罪、国家犯罪と関係することに、私の一族を含めて父親から大きく影響を受けて、私が引き続いていることに、なんかものすごい縁を感じているんですね。それでその小室直樹の話に結びつくのは、その天才的な論辺学者を世に出すことと、彼が花岡事件を読んでくれていたために、週刊誌の記事になって、彼はその世の中に展開するようなもう一つの世界を獲得するっていう話がですね、複合的に結びついてくるっていう話なんですね。でちょっとまあ YouTube で語るだけではなかなかそこの深い話に到達できませんが、まあ何度も何度も繰り返して
お話をさせていただきたいというのがこの本の出発であり、父親が書いた勧め者の時代、これ大正時代のその高知宇之助さんのことも書いております話、それからあの父親が残してくれたあの鹿屋特攻隊の上等兵で終戦を彼は迎えますが、その話もう分厚い本です。そこで私はこの中で、その、挿絵を描いてるんですね。私の 絵です。なかなかあの今見ると面白いんじゃないかっていうふうに、でそのことも含めてお話をし、さらに私が演劇小僧でしたから、蟹江敬三と一緒に、蜷川幸雄と芝居をやっていた時代のことを、このもう今亡くなりましたが日本主義っていう本の中でずっと書いていることも思い出しながら、振り返り振り返り、イスト美人とその時代の中でこれから語っていきたいと思っておりますので、お楽しみくださいますように。